こんにちは。32歳サラリーマンです。今回は国産オオクワガタのアンバランスピューマ血統のうちの中で早休暇組の紹介をしていきます。今回紹介する子たちは親は 68.9 ミリと 43.7 ミリの親になります。で、だいたい6月孵化した子たちで、みんな、そうですね、これもだいたい9ヶ月ぐらいで羽化してきました。今、一番小さいメスが44ミリ。で、2本目交換時の体重が11グラム。で、3本目に交換したタイミングが10グラムと体重減ってましたね。親よりほんの少し大きい感じになりました。やっぱ体重減るとね、最後ちょっとちっちゃくなるのかなっていう感じですね。2番目に小さいメスが45ミリで、2本目交換のタイミング10グラム、3本目交換のタイミングで10グラムで変動なかったですが、まあ、減った子よりね、若干大きく羽化してきました。オオクワガタのメスって結構でかくて、羽化掘り出しとかも結構楽しいっすよね。で、次、オスなんですが、73ミリの子。で、2本目交換のタイミング20グラム。3本目の交換のタイミングで23.6グラム。で、羽化して親を、まあまあ超えてくれましたね。ちゃんとピューマ血統の子なんですけど、顎太いですかね。そのうち岡山県産のオオクワガタが羽化してくるので、そのうち比べていきたいと思います。まあ、かっこいいですね。一番大きかった早期組のメスは48ミリで、2本目交換時12グラム、3本目交換時は12.6グラム、若干増えたこともあって大きめに羽化してきてくれました。44ミリのことを並べてるんですが、なんか比べて悪戦苦闘してますね。一応個人的にはでかく感じてるんですけど、どうでしょう。あ、やばい、落ちてた。帰ってきて、帰ってきて、帰ってきて、帰ってきて。全然帰ってこない、全然帰ってこない。全然帰ってこない。いや、でかいよね。でかくないかな。でかいと思うんですけど、でかいっすよね。これちょっとお尻の位置ずるいっすけどね。いや、やっぱでかいんじゃないかな。でかいよね。オスの、まあ、さっきの子より大きい子で、少しだけなんですけどね、74ミリ。で、2本目交換時、体重25グラム。3本目交換時、25.6グラムで、まあ、体重の伸び的にね、最終的にはさっきのことあんまり変わんない感じになったのかなと推測してます。みんな親より大きくなってくれたので、まあ結構満足してますね。まあまだ幼虫やってる子もいるので、今後が楽しみですね。この子たちは、羽化してちょっと春間に合わないので、全然、来年のブリードで使っていく予定です。禁止便はですね、DDA の G0 を最初使っていて、で、続き G0 変えなくて、北斗系サイエンさんのただの平竹を使っています。
今回こんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。終わります。